皆さんこんにちは。だいぶ椎間板ヘルニアが、回復してきてますので、ここは一つインナーマッスルを鍛えることが大事と思いまして、YouTube で座ってできるヨガを見ながら今、座ってヨガをしております。高齢者用のプログラムということですので、まだ、前回ではない私にはちょうどいいプログラムなのではないかと思っております。今息を吸いながら胸を開く、そして息を吐きながらへそを見る、ちょっとやはりピキッとくることもあるので、慎重にこのヨガを進めていきましょう。はい、続きまして、肘を張ったまま体を横に倒す。これも、難易度高めなのではないでしょうか。どうでしょうか。こっち側は大丈夫でした。反対側、やはりちょっときますね。これは座りながらできるヨガの中でも難易度高めなのではないでしょうか。まだ始まったばかりですが、胸の前で、両手合わせて力を入れて、左足を上げる。痛い。左足はちょっと痛い方ですので、今度逆の足を上げる。力を入れながら片足を上げるというアクロバティックな、ヨガになっています。はい、続きまして、足を前に出して、つま先を上げて体を曲げる。これは無理です。今の私にこの動きは無理です。高齢者向けとはいえかなり難易度が高いのではないかと思われます。というわけで、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。